リラクヤの花澤です。ご視聴ありがとうございます。なんでねいきなりロミロミなのかなっていうふうに思われた方もいるかと思うんですが、まあ、実は急なことではなくて、ナチュラルサロン光が丘店の恵子さんっていう方が3月にリラクヤに来店してくださったんですね。もう普通にお客様としてオイルコースを整体も OK になったんですけれども、その際にですねすごく私の技術を買ってくださいまして、ナチュラルサロンさんっていうのがコルギとロミロミの専門店なんですね。それで非常にリピート率が高く、もう固定客でほぼ 100% っていうような状態になっているほど予約が殺到しているサロンさんで、実際に私も恵子さんの施術を何度か受けてるんですけれども、すごくね的確で非常によく入るで、まあ、痛いぐらいすごく痛いところもあるんですが、全体として気持ちがいい、痛気持ちよくて、で驚くほど効果があるんですね。もともと私自身コルギやロミロミに興味があった部分もありまして、恵子さんが花澤さんはロミロミとかコルギもできたらもう完璧だと、ぜひ覚えた方がいいよというふうに勧めてくださってですね、でまあダルコさん紹介してくださったりですとか、いろいろこう手配をしてくださってですね、で、まあ、コルギについても近々学校の方に入るつもりでおります。まあ、それについてはまた状況報告などしていきますのでよろしくお願いします。今回ロミロミを習ったっていうことと、コルギも覚えるつもりだという話をしたことで、まあ、次から次にいろいろと手を出してというふうに思われる方もいらっしゃるかと思います。まあ、トーク線やったりオイルリフレホットストーンとやってることで広く浅くだなみたいに書かれたことがあるんですが、ここでリラクヤのコンセプトを改めてお伝えしたいと思います。で私がもうお店を始めた当初からブログなどでもしっかり書いています。お客様第一主義、1対1でオーダーメイドの施術をする機械を使わない、自分がいいとかやりたいと思ったものを習得して必要な場面お客様に置いて提供する、押し付け、押し売り、囲い込みなどをしません。何か特定の団体に勧誘するですとか、物をこれ絶対買った方がいいですよとか、そういったことはもう絶対にありません。お客様第一主義っていうのはもうお客様にお選びいただくっていうことなんですね。ここちょっとつながるんですけれども、お客様第一主義といっても何でも言いなりになるとかこびるという意味ではありません。こうこちらでできることできないことというのはもう明確にありますので、その中でお客様にお選びいただく、本当にお客様にとって快適な空間ですとか、心地よさ体感をしていただくということが私の目的になっています。ただし他のお客様の迷惑にもなるようなことは、危険があるようなことですとか行いません。あくまでもお客様の心身にとって一番いい状態にしたいと考えてやっております。一人一人にしっかりと向き合って責任を持つ、自分がもう言い逃れできないですので、お会計にしても予約のことにしても全部のことが全て私ですので、それはお客様にとっては安心していただけるかと思いますし、その分やっぱりやりがいもありますので、私は単にマニュアルで誰にでもやるっていうようなことはいたしません。お客様の声を聞いて、お体を見て、一人一人に合わせた施術を行うように心がけております。3番目、機械を使わないってことに関してはやはり安心安全っていうことですね。機械っていうのは私が機械を開発しているわけではありませんので、機械トラブルっていうものもつきものだと思いますし、自分の手よりもやっぱり感覚が機械を通してしまうとわからない部分もありますので、もうオールハンドで機械を使った施術は一切行っておりません。もう一つ、住み分けということでもあります。
自分のコンセプト、自分の得意分野というものがありますので、他の業態、他のサービス、それぞれ目的といいますか、お客様違うと思いますので、住み分けを図るということも意識しております。それからですね、自分がいい、やりたいと思ったものを習得して、必要な場面やお客様に応じて提供する、今回で言えばコルギですとかロミロミを新たにやるということで、伝統あるものには裏打ちされた価値ですとか効果があると私は思っております。で、実際に受けてみてよかったということももちろんあります。一つの道を追い続けるということも立派なことだと思いますが、私はいろんなことに興味がありますし、ダルコ先生の情熱ですとか考え方ですとか、そういうものにとても共感する部分があったんですね。で、それもあって、私はこれをやりたいなというふうになりました。自己投資ですね、向上心、探求心といったものから勉強はしていきたいと思いますし、取り入れることもあれば、やらなくなっていくこともあると思います。いらっしゃるお客様に応じてだとか、自分の得意不得意、以前はアロマを使ったりもしていたんですが、あまり私には合わないなっていうことを思いまして、今は行っておりません。アロマが悪いわけではないんですが、自分にとっての相性ですとか必要性、優先順位というのは変わりますので、それに応じて淘汰されていくといいますか、最後の押し付け、押し売り、囲い込みなどしない、これ当たり前のことなんですけれども、お店によっては次の予約を取るまで返さないとか、回数券を何としても売りつけようとするとか、私はそういうことは一切行っておりません。うちで扱っている商品などもありますが、聞かれた時に答えるですとか、必要だと思った方に軽くお勧めするということはありますが、それぐらいですね。もう十分にお客様がいらしてくださっていますので、そのようにする必要がないんですね。回数券などを売ってもかなり予約が入ってしまってますので、うまく使えないということも十分ありますし、私は本当にこう今仕事して、お客様がすっきりした若返った顔をして、こう姿勢を伸ばして喜んでいただけるのを見ることがすごく嬉しいんですね。ありがとうございますって言っていただけると、すごくやりがいを感じるんです。その自分の今の仕事に誇りを持っておりますので、それを曲げるようなことはしたくないですね。だから自分がされて嫌なことはしないということで、そういった態度は取らないようにしております。人によってはセラピストは食べれないみたいなことを言っていたりもしますが、そんなことはありません。十分に私は生活できてますし、他にもちゃんと成功している方々はいらっしゃいますので、もうしっかり知っていますので、それはやり方だと思います。